はい、今日の動画はですね、先日挙げた、昨日ですね、二階幹事長のケチをつけるな発言にケチをつけてみたという動画なんですけども、皆さんからの怒りの声、皆さんからのね、素直な声はどんなものなのか、ちょっとコメントを読まさせていただきます。まずは、太郎みなとさん、不正選挙で強気です。ですね、選挙が不正だったんですかね。次、みちこさん、政治家らしく国民守る義務があります。なんでお金出せないのでしょうか。菅首相が疲れた顔して総理大臣男にするのが二階さんや麻生さんです。早く一時給付出す方向に行動してください。出してほしいですよね。 IM さん、本当に老害という言葉は使いたくないのですが、私もね、老害という言葉はできれば使いたくないんですけども、これは二階さんとかね、麻生さんがいる限りはこの言葉ってなくならないんですよね。が、この二人にはそう思ってしまいます。先日テレビで映画記憶にございませんをざっくり見ました。あ、これね、面白かったですよね。これね、結構ね、インターネットで見れるんですよ。一日でも長く政治家でいることが目標みたいな言葉に、実際そうなんだろうかなとか、この人がいる限り日本は良くならないだろうなという官房長官を辞任させるに成功し、これも実際そうならないかなと思わせる、ドンピシャで響くタイミング本当にいいタイミングで放送してますよね。カオさん、今オリンピック開催したら選手は、命がけになるのでやめてほしい。そうですよね。選手の方も辞退してほしいですよね、こういう時は。選手がかわいそうです。政治家はやはり定年制作ってほしい。65歳くらいにもう定年してもらっていいんじゃないですかね。頭の固い柔軟性がない人はいらない。本当に引退してほしいですよね。とても私たちの、ね、声が届いているとは思いません。もっともっと届けていきましょう。まさかりさん、自民党はいい加減に、自民党は、漢字が違うんですよ。自民党へと聞いた人がここにいる。いつも面白いですね、本当。山本さん、おはようございます、久保さん。あ、おはようございます。よぼよぼのじいさんたちが国政に口出しても怒りと苦しみしか出ないでしょう。お家でお孫さんと遊んでいましょう。若手議員に交代してもらいましょう。やっぱりね、30代から40代、50代ぐらいの方が、血気盛んなね、第一線の方がやられてた方がいいと思います。特にね、ちゃんとした、こう、事業されてる方とかがね、いいんじゃないかなと思うんですよ。渡辺美樹会長とかいいんじゃないですかね、こういう時期に。飲食店を代表してみたいなね。その渡辺の社長とかですけどもね、今思ったら。まあ、それから他にもね、飲食店の、他、名前出てこないですけど、堀江さんとかやったらいいんじゃないかなと思って、ダメですよね。スイちゃん、おはようございます、久保さん。麻生の求心出さない発言の黒幕は、3回2回じゃないですか。じゃないですかね。まあ、でも麻生さんね、なんか、意地悪ばっかりではなくて、なんか麻生さんなりの理屈があると思うんですよ。だからそれを聞いてみたいですよね。いつもぶっきらぼうなんでわかんないですよね。松岡さん、先生の言う通りです。二階さんも麻生も早く辞めるべきだと思います。たまに国会にいますが、家無理したい、やりたい放題早く辞めろと。はい。その通りでございます。トリマンさん、久保さんおはようございます。二階、麻生、菅のこの三人は国民の気持ちを全く分かってないですね。現在ツイッターは8万人以上が給付金のことで声が上がってるそうですよと。8万人。これがね、800万人ぐらいになったらやっと声が届き始めるんですよね。もっともっとやらないといけないですね。深堀さん、久保隠居さん、毎日ためになる話ありがとうございます。気をつけてございます。菅総理、麻生、二階、その他、全くバカだから、現在の国民の苦しみを理解できても、そちらの、顔、心が寂しくなります。こんな人間を選んだ人、反省しないと、ということでございます。やっぱり国民が選んだ代表者が不適格だったらね、なんか、こう、引きずり落とすような、そんなね、制度があったらいいですよね。民衆でもね、この人ダメですよっていうふうな、そういうふうな投票できないもんでしょうか。松本さん、オリンピックは中止確定です。私もそう思うんですよ。選手もかわいそうですが、IOC も国民に金を配りますが、オリンピックより国民の生活、生命が最優先です。オリンピックやってる場合ではないんですよね。少なくともね。はい、483。宗教の下僕の二階が偉そうに言うんじゃない。そうなんですよ。二階さんってそういう人なんですよね、きっとね。クリスタルソードさん、政治家は私たち国民の敵。本当に政治家が敵だとね、困っちゃうんですけども、現在はそんな感じですよね。成瀬さん、うつらハゲの二階幹事長。なんか黙れハゲって言った国会議員さんありましたね。この人もくせ者だと思います。こんな内閣だもん。ケチもつけたくなる。まさにね、ケチをつけられるようなことするなって話なんですよ。だからね、泥棒しといて泥棒って言うなとかね、浮気をしといて浮気者って呼ぶなとかね、詐欺をしといて詐欺師って呼ぶなんてね、変な話だと思いますよ。ケチをつけられるようなことしといて、ケチをつけるなって、ぬっと竹々しいたのはこのことじゃないですかね。松本さん、政権交代で金を配りますけど、自民党は終わりですよね。国民は分かってますよ。政権交代で全て調べます。国民主権。やっぱり自民党に偽る中堅議員さんの方もね、恥を捨ててほしいですよね。こういった人についてて自分の姿勢に対して。
確かに自民党を離れたら、自分が今度ね、国会議員として選ばれるかどうか自信はないでしょ。でも、悪に寄り添って、悪に染まっていく、その姿も、ちょっとかっこ悪いと思いますけどね。みどりさん、本当に80歳は頑固やもんね。素直にやらなきゃ、そろそろ自分の人生を楽しまなきゃ、お金はもっと知れません。仕事を辞めて楽しみましょう。もうね、二階さんもね、麻生さんもね、自分の人生を過ごしていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、ただ、政治家として、国民をね、右往左往させるのが楽しいのかもしれない。生きがいかもしれないですよね。もう最悪な人ですよね、本当に。イッソさん、二階はアホか、困窮してる国民に何も政策をしないから、国民は怒るじゃん。まさにね、国民はお願いばっかりされて、私たちのお願いは何も聞いてもらえないですよね。こんな一方通行のないことは早くね、総辞職してもらいたいと思います。バカにつける薬ね。はい、まさにその通りでございます。松本さん、オリンピック IOC がオリンピック握ってますが、国民の 90% が中止求めてます。政権交代。私もね、90% の人の一人でございます。次、UX さん、いつもありがとうございます。次の衆院選どころか、当面の選挙という選挙は自民党には絶対に投票しない。自民党の中堅若手の議員は何をしている？これ、本当そうですよね。出世のために、要するに古株の顔を立ててるんでしょうか。もっとね、本当に自由民主党っていうんだったら、民主的に自由に、自民党の中堅若手幹部の方がまず動いてほしいですよね。減税勢力ね、ちょっと何やってるんですかね。松本さん、国民にお金を配りますが、政権交代です。うん。はい、松本さん、キスをつけるなら、金を配れと。はい、松本さん、高いということですね。国民に金を配ります。末ちゃん、二階さん、早く、そう、遠い将来ではなさそうですね。大河さん、こいつも、麻生も、更迭以上。その通りでございます。もう逮捕してもいいですよね。終身刑。まこまこさん、国民民主党の玉木さん、玉木さんね、頑張ってくれてますよね。公明党と連立してくれたらいいですよ。公明党もね、自民党なんかにすり寄ってる場合じゃないんですよ。公明党さんは公明党さんだけでも、ヒント、与党取れますよ。公明は解散でいいよ。公明党のことはよく知らないんですけども、いい人でしたよ。目崎祐樹さん。今日もコロナウイルス感染で、一人の奥様が自殺をしました。政府が殺した。本当そうですよね。菅政権は国民を助ける。どの口が言ってます？聞きたいですね。麻生はまた国民に一時寄付は一切出さないと言ってたのは、もう本当ひどい話だと思います。国民を何人殺したら気が済むのかと。戦争でもないのに、なんでこんな、政策によって殺されなきゃいけないんですかね。本当腹立たしいです。人間なら心が痛みませんかね。人間じゃないというふうな形ですね。太郎皆さん、若者の負担を減らす社会保障費の財源がないと大増税したが、下の根も乾かぬうちに海外ばらまき、がっぽりボロ儲け。年金も給付には回さず、ばらまいてがっぽりボロ儲け。消費税も社会保障費に回らず、ばらまいて戻し税でがっぽりボロ儲け。羨ましいなぁ。いっぱい書いてる。もうこれ読めませんからね。ちょっと、これはもうご自身のウォールで書いてください。私のコメント欄にこれだけ書いてもちょっと私はね、めんどくさくて読みませんので、すいません。それではね、本日は以上でございます。皆さんコメントありがとうございました。皆さんの怒りはね、私がしっかりとまた、国会議員さんにお届けしてまいります。よろしくお願いします。